それでは松本大臣、冒頭発言ありましたらよろしくお願いします。はい、私の方から一件、マイナポイント第2弾が6月30日に本格的にスタートして以降、マイナンバーカードの申請件数は着実に増加傾向にありまして、累計の申請件数が12月18日時点で8000万件を超えることができました。ポイントの対象となるカードの申請期限は本年12月末としているところでございますが、カードの申請件数については直近の1週間平均では1日あたり25万件を超える状況でございまして、自治体の職員の皆様にも大変ご尽力をいただいているということで、私からも感謝申し上げたいと思っております。ただ現状を見てまいりますと、新型コロナウイルス感染症については現在新規感染者数が全国的に増加傾向にあり、他方で今申し上げたようにマイナンバーカードの申請が大きく増えているということで、窓口が大変混雑しているという報告もいただいているところでございまして、この窓口混雑の緩和の観点から混雑緩和の観点からポイントの対象となるカードの申請期限を来年2月まで2ヶ月延長することといたします。マイナポイント第2弾については令和3年度補正予算事業でありますので、ポイントの対象となるカード申請期限の延長は今回が最後となります。この機会により一層多くの皆様にカードを申請していただいてポイントを活用いただきたいと考えておりますので、2月末までにマイナンバーカードの申請をぜひお願いを申し上げたいということで申し上げたいと思います。なおポイントの申し込み期限についてでありますが、2月末までにカードを申請された方が円滑にポイント申し込みできるよう、感染状況やカードの申請交付状況などを見つつ、今後適切な時期に改めて発表をさせていただきたいと思っております。ご案内のとおり今12月末で申請期限は2月末となっているところでございますが、今申し上げたように今後カードの申請ポイントの申し込み期限は適切に発表させていただきます。詳細は地域力創造グループにお問い合わせをいただきたいと思います。私からは以上でございます。ありがとうございました。幹事社 NHK の阿部です。冒頭の発言の関連で2点お伺いします。はい、マイナポイントのこの申し込みの期限の延長については、適切な時期にとありましたが、これやっぱり国民の関心も高いと思います。いつ頃までに発表できるとお考えなのかというのが1点。もう1点は年内に運転免許証並みの8100万枚の目標を掲げていますが、この達成できると見込んでいるのか、大臣のお考えをお聞かせください。はい、まずマイナポイントの申し込み期限について、でございますけれども、繰り返しになりますけど、現在は12月と2月という設定になっている中で、来年2月末までにカードを申請された方が円滑にポイント申し込みできるように、適切に設定をいたしたいというふうに考えております。ただ今回現段階では先ほど申しましたように新型コロナウイルスの状況、カードの申請交付ポイント申し込み支援窓口の状況などを見ながら、また決済事業者などの関係者や関係省庁間で調整をさせていただいた上で、適切な時期に改めて発表させていただくということにさせていただいているところでございます。カードの申請件数のについてでありますが、マイナンバーカードについて12月18日時点で累計の申請件数が8020万件おおむねといったことが続いてあります。運転免許証の保有者数である8100万枚を超えることは、年内超えることは見えてきたというふうに私は考えているところでございます。デジタル社会の基盤となるツールであるマイナンバーカードの普及促進は重要な政策テーマでありまして、政府目標を踏まえてカードの申請期限2月末までに延長する申請期限を2月末までに延長することと合わせて、自治体の皆様とも連携して普及の加速化に全力で取り組んでまいりたいと思っております。
補正予算も活用して都道府県が実施する申請促進策の支援、市町村による郵便局を活用した申請サポート事業の推進など、カードの普及促進への対応を強化をし、自治体マイナポイント事業の全国展開など、自治体におけるカードの利便性向上にも取り組むことで、さらなる申請件数の上積みを図ってまいりたいと思っております。白石さん、お願いします。G 通信の愛嬌です。よろしくお願いします。外形標準課税について伺います。はい、先週決定された税制改正大綱で、外形標準課税の対象から外れている実質的な大規模な法人を対象に、制度的な見直しを検討する旨盛り込まれましたけれども、今後総務省としてどう対応していくかお願いいたします。はい、12月16日に大綱が取りまとめられたことはご案内のとおりで、ありますが、今ご質問をいただいたこの地方の法人税、外形標準課税につきましては、そもそもこの改革の趣旨、税負担の公平性や地方税収の安定化といったものが趣旨であったわけでありますが、あるわけでありますが、この大綱において、外形標準課税の対象法人数が資本金1億円以下への原資を中心とした要因により、導入時に比べまして、約3分の2まで減少している。持ち株会社化、分社化の際に外形標準課税の対象範囲が実質的に縮小する事例も生じている、こういったことが指摘をされたところでございます。先ほど申しましたように、このような状況は法人税改革の趣旨、地方税収の安定化、税負担の公平性といった制度導入の趣旨を損なう恐れがあることから、外形標準課税の対象から外れている実質的に大規模な法人を対象に制度的な見直しを検討をすることとされたと理解をいたしております。総務省は今年度地方財政審議会の検討会において外形標準課税の対象法人数の数や対応の変化について原因課題の分析を行っているところでありまして、引き続き来年度も対応策の具体化に向けて検討してまいりたいと考えております。では他にないようですので、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、ありがとうございます。